こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はね、兵庫県にある有名温泉地城崎温泉の動画をお届けしたいと思います。いや、カニを食べるんだったらここでしょうということで、ぜひご覧ください。それではどうぞ。モーリーチャンネル。はい、こんにちは、モーリーです。今日はね、兵庫県旅しようかなと思ってまして、兵庫県といえば城崎温泉っていうのはね、有名なんですけども、城崎温泉に車でね、来たいなと思っております。夜はね、雨が降りそうなんで、早めに行って街歩きとかしたいと思うんですけど、すでに黒い雲が来てて、どうなるかなと思ってまして、ちょっとドライブの途中に道の駅青垣っていうところで、ちょっと休憩しようと思ったんですが、まさかの定休日ということで、モーリーチャンネル始まって以来のヤバい旅になるんじゃないかなというふうに思っております。どうなることが楽しみです。はい、それでは神戸からね、城崎温泉に行く途中のちょうど中間地点より先ぐらいの道の駅田島のまほろばというところに来ました。ここでね、この辺で有名なものを買いたいなと思うんですけども、ここはね、朝来市って言って天空の城でも有名になってるところなんで、そちらもね、見てみてもいいかもしれません。今回は僕は見ません。はい、道の駅に行きまして、ちょっと風が強いんでね、面が飛んでしまわないかね、心配なんですけど、この辺はね、丹波笠山黒豆でね、有名な地域なので、それのパンを買いました。これをちょっとね、いただきたいなと思います。もう見た目からね、すごいですよ、ね、だいぶ無理やりつけたなみたいな感じになってますけど、これいただきます。確かに黒豆ってね、こう自慢するだけあって豆うまいです。パンもね、程よい甘さで、その黒豆の甘さがさらにこう美味しさを引き立てる感じですね。中は何も入ってないですけど、嫌な甘さじゃないですね。砂糖の嫌な甘さじゃないですね。これ砂糖入れなくてもいいんじゃないぐらいの豆の甘さがありますね。本日の宿、釣り屋旅館さんに到着しました。こちらの各所というのをですね、混雑状況を反映したグラフになっています、はい、ここ人気なんですか。先生、これね、一昨年の11月にリニューアルをしたばかりです。そういうことなんですか。あとですね、簡単な地図ございますけど、お部屋の方にもね、パンフレットの中にこちらの地図ございますんで、こちらの方を参考にしていただければと思います。はい、それではですね、お迎え進んでいただきたいと思います。落ち着いた頃で構いませんので、お客様の体のサイズに合った浴衣をですね、選んで持っていっていただきたいと思います。わ、はい、かりました。はい、どうぞお願いします。本当に旅館に来たっていう感じのね、畳の部屋になっております。いや、これまで本当に温泉地ならではの佇まいというか、落ち着きますよね。こう何を一つ一つ説明したらいいのかっていうのは分からなくなるぐらい、こういう感じですとしかちょっと言えないぐらいですけどね。黒豆せんべいもね、ついております。そしてタオルとかね、こう浴衣で歩いて温泉にも行けるような感じのセットが、ね、揃ってます。で、ここもね、温泉旅館らしい感じになっております。で、眺めもいいですね。眺めもこう橋とか川とかこう見えるような、ね、場所になってるんです。なんかロープウェイもあるんですね。ロープウェイも見えるような感じになってますね。こんな感じになってます。あとは冷蔵庫とかケトルとかね、そういう最低限のものはあるって感じです。さあ、それではね、温泉街街歩きやっていきたいなと思います。ちょっとね、雨がもうすぐ降りそうなんで、降る前にいろいろ回りたいなと思います。あと温泉も取れないですからね、外湯巡りっていうのをこの城崎ではやるっていうね、それを皆さんにお届けできたらなというふうに思います。15年ぶりぐらいに城崎には来たんですけど、やっぱり色々と進化してる部分もあります。昔はなんか手形みたいなのがあって、それを見せたら外湯に入れるみたいな感じだったんですけど、今はなんか QR コードでね、読み取るみたいな最新の形になってますね。だってね、浴衣姿で歩くっていうのが、この城崎温泉の清掃だということで、間違えてね、こうスーツとかね、歩かなくてよかったです。その場所に合わせたやり方をやっていかないといけないですね。いや、なんかこういうところね、歩くだけでも癒されますよね。やっぱこの季節はね。お客さんなんかもやっぱこう10月を超えてから急にやっぱり増えてきたっていうことをね、旅館の方にも聞いてます。おしゃれなお店なんかも増えてきてますね。田島牛がこの辺ではね、有名なんですかね。田島屋、ここが御所の湯というところですね。ここは一番人気
混雑具合を見ると100%を超えてるみたいな、ね、状態です。ここはなんか最近リニューアルされたとこみたいですね。綺麗な感じです。絵になりますね。人気があるのも分かるな。ちょっと食べ歩きとかね、明日行ってもいいかな。今からね、僕は旅館の料理を食べるんで、ちょっとね、お腹すかしときたいっていう思いもあるんで、この辺結構開発されてる感じですね。ここもなんかいろんなお店が入ってるようですね。飲むお酢専門店とか、飲食店が結構入ってるんですね、ここ。世界一つだけあなたの香りをお作りしますとか、いろいろありますね。プロの耳かきまでやってくれるじゃないですか。誰もがハマる気持ちよさ、耳サプリ。耳エステのサロンがありますよ、ここに。リラクゼーションもありますね。この辺はちょっと15年前にはなかった場所ですね。湯上がりバニラとかありますね。ただね、これも本当に旅館でご飯食べてから行きたいんですけどね。熱々温泉まんじゅう、これやっぱどこでもあるんですね、温泉地に行くと。カニ味噌豆腐とかうまそうやな。カニばっかりやな。ここが一の湯っていうところですね。先ほどね、一の湯に入ってきました。結構ね、人も多くて、ちょっとこれ以上多かったらちょっと逆にストレスだなっていうぐらいだったんですけど、暑いお湯で、まあ、特に寒い時なんかはめちゃくちゃ癒されるんじゃないかなと思います。まあ、こういった感じでね、いろんな温泉に回れるっていうのが、まあ、この城崎の良さでもあり、この雰囲気もいいですよね。なのでちょっと僕は全部の温泉回ってもいいんですけど、まあ、どうせ撮れないですからね、 YouTube 的には絵にならないんで、今から食べ歩きみたいなしたいと思うんですが、旅館のね食事もあるので、そこはちょっとバランス取りながらやりたいなというふうに思っております。あ、地ビールとかあるな。いろんな種類のねお酒がありますね。これちょっと どれをね部屋に持って帰って飲もうかなという感じですが、本日ですね、地魚のお花盛りとですね、箸置きの上にはハタハタという近海で取れたお魚の南蛮漬けを置かせていただきました。カニの陶板焼き、こちら蒸し焼きにすることによってですね、旨味と甘みがぐっと凝縮します。また鍋とは違う味を楽しめると思います。はい、なんとですね、今回その YouTube 向けにですね、このメインの刺身とこの具材を2人分も用意してくださいました。以前はね、なんかこういう1人で来ても2人分出すキャンペーンっていうのやってたらしいんですけど、今はやってないみたいですが、こんな感じで用意してくださいまして、ありがたいですね。失礼します。はい、本当にカニ料理久々です。最初はね、ビールということで、後から熱感をいただこうと思うんですけど、やっぱこういうね、温泉地に来たら、こう、瓶ビールがね、かっこいいですよね。いただきます。うめぇ、これだな。温泉入った後、最後、熱感も楽しみです。はい、今回のね、メニューは、カニ味噌豆腐、これですね。これはカニ味噌豆腐で、鮮魚の船盛り、先ほどの刺身ですね。ズワイガニの大判焼きですかね。あとハタハタの南蛮漬け、これですね。これはですね、お蕎麦、あ、ここに蕎麦があります、ね、で、カニ好き、そして最後の温泉ですね。でこちらも火が消えた頃が食べ頃ということで、いただきます。この豆腐、いただきます。カニ味噌豆腐、うん、これうまいな。本当にカニ味噌の味がする。うん、日本酒飲みて飲みますけどね、待ちきれないです。刺身いただきます。ではハタハタいただきます。うん、うまい。正月に食べる味やな。熱感が欲しい。もう頼んでるんですけどね、待ってます。今年一番熱感が飲みたいやり方を教えてもらいます。はい、あ、厚めから入れるんですか。はい、まあ、大体表面が白くなったらもう食べ終えと思っていただければと思います。じゃあこちらですね、ちょっと仕上げていただくような感じで。はい、よし。うわ、うまっ。美味しい、ありがとうございます。いや、もう熱燗をね、1合じゃ絶対足りないと思ったんで2つ頼んできました。いただきます。
あーうまい。やっぱこれっすね。なんで外で飲むね、熱燗こんなに美味しいんや。こっちもちょっといただきますか。この缶にね、食べ頃なものが多すぎて、うまそう、うまそうって感じですね。これうますぎ。これもう何もつけなくていいんですよ。うまみが凝縮されてると。やります、自分で。うまそう。幸せやな。これはやっぱここに来ないと楽しめない味ですね。美味しそうです。出来上がりました。じゃあ雑炊いただきます。カニ雑炊ですね。うまっ。カニの味がすごい。だしがうますぎますね。これ言葉で伝えきれない。めちゃくちゃ美味しい。この出汁持って帰りたいわ。今年一番美味しい雑炊ですね。優勝決まりました。はい、こちらがね、貸し切りの風呂になります。まあ露天とかじゃないですけどね、貸し切りで入れるっていうのは、まあこのコロナの時代においても安心ですよね。風呂があって洗い場があります。僕 YouTuber にとってもね、やっぱり貸し切り風呂があるってめっちゃありがたくていいですね。まあ露天じゃないですけど、でもいい。で、今ね、コロナの影響で周りの自分の貸し切り温泉も全部中止してるということで、ね、この中でもこうやって貸し切りで入れるのが嬉しいですね。コスパも良かったし、いい旅館だなと思います。どうしてもね、温泉地って結構高級なね、旅館が多い傾向にあるんですけど、ありがたいですね。はい、ご飯も食べてお風呂入ったんですけど、やっぱりね、外をちょっと歩いてね、散策したいと思いましてですね、まあ、ただね、雨がね、やっぱり降ってきました。ちょっとこう雨の中を歩く人はね、なかなかいないと思うんですけど、そこをあえてこう YouTube に収めようということで外に出ました。きっといろんなお店が空いてることだと思うんで、貸し切り状態でね、撮影しまくりたいと思います。幸いなことに今日はね、ちょっと温度が高めなんで、明日からね、一気に今日の10度ぐらい下がる見込みなんで、温度的にはちょうどいい時に来れたなというふうにね、思っておりますが、まだ誰も歩いてません。そうです、バニラ一筋66年、はい、木の先ソフトクリーム来ました。元祖ソフトクリームどんな味なのか。うわぁ、66年前に帰った気がするわ。あの頃のままですね。いやー、御所の湯さん、温泉の中をね、撮影したかった。めちゃくちゃ景色が綺麗な中でね、まだ2年前にリニューアルしたばかりの、ね、とこに入れるんで、おすすめされるのが分かりますね。いやー、これ本当に映像で見せたかった。ぜひ入ってください。すごいね、綺麗なこう紅葉を見ながらね、ライトアップもされて、そしてなんか温泉の種類もね、多くてですね、めちゃくちゃ工夫されてたと思います。ぜひ入ってください。そして僕はですね、今からこの温泉といえば、ね、コーヒー牛乳ということで、コーヒー牛乳をいただきます。これを休憩場所でいただきます。これだわ、これじゃない、これが幸せってやつですね。はい、雨の中ね、外に出てきまして温泉入ってきました。いや本当にね、ちょっと雨の中出るのどうかなと思ってたんですけど、まあ、楽しみましたね。温泉も非常に良かった。この旅館の方がね、あそこはぜひ行ってほしいと言ってくださいまして、まあ、それがなかったらね、行かなかったかもしれないですけど、行く価値ありますね。御所の湯行った方がいいです。でですね、まあ、ちょっと晩酌、やっぱこうお風呂入ったらまた人間不思議なもんで、あんだけ飲んでちょっともういいかなってやってたけど、また飲みたくなるということで、カニビール、雪のビールどんな味なのかなと思いながら、まあ、ここはね、この田島ビールということで、ここのこの辺りのビールのでいただきたいと思います。そしてまたこの辺りで出してるこのお化粧鮮魚っていうところのキスですね。片干しって書いてあるな。あとホタルイカですね。これをちょっと、ね、試食してみたいと思います。はい、それではね、これいただきたいと思います。
いやちょっと正直ね、想像がつかないですね。ビールにカニみたいな。いただきます。あ、匂いはもうビールの匂いですね。今ね、Google 先生でちょっと調べたところ、別にカニが入ってるビールではなかったみたいです。冬の味覚のカニに合うビールを開発しようと試飲に試飲を重ねて作った自信作と。だから、カニを食べるときにこれを飲めっていうことだったみたいですね。なるほどな。そうか、カニをあの時食べてたのを想像して、こう飲むと、合うな、みたいな。感じなのかもしれないですね。なるほどな。カニ料理はもちろん魚料理、鍋料理とご一緒にどうぞと。アルコール度数もちょっと 6% 高いため体を温めてくれるということですね。なるほど。これを食べる前にこれも買ってみました。やっぱ日本酒2つ買ってみました。飲み比べしたいと思います。こっちが霞鶴ですね。でこっちが山田錦、田島山田錦ですね。まずそしたらこっちからいただきましょうか。キレのいい匂いだね。あー、これうまいな。風呂上がり練習。あー、飲みやすい。これ絶対うまいでしょ。うまっ。じゃあこの最後山田錦ね、いただきます。先ほどのとどう違うんでしょうか。ほとんど匂いないみたいな。これも結構辛いぞ。これの方が辛いんや。いや辛口やなこれ。どっちも辛いけどこっちの方が辛い感じする。それと情報量多すぎなんですけど、これがね、このホタルイカが口の中でね生き返るんですよ。ホタルイカが口の中でその干上がってたはずなのにいきなりもうこう生き返るみたいな噂があります。そしてキスもいただきましょう。でかいっすね。キスってこんなでかいんや。うまそう。正直ね、日本酒の飲み比べはあまりよくわかんないですけど、僕はこっちは好きですね。こっちの方が飲みやすくて美味しい。こっちもアルコール数は16度ですね。ぜひ最後はお酒の飲み比べもね、やっぱこう温泉に入った時のぜひやってほしい一つの体験だと思うので、それによってなんかこう、あ、こういうお酒作る文化があるんだなっていうことをこう調べたりとかね、先ほどビールも調べましたよね。こういうことで知識がね深まっていくと、なるほどそっち側かみたいなねっていうことです。豪華ですね。ここは本当に料理がね力入ってるなっていうのが分かります。ご飯が新米ということですね。豊岡市丹東町で作られたコシヒカリの新米。家ではねあんまり米を食べないせいでね、今年はその新米を買う必要がないくらい米を消費してなくてですね、せめてね毎年新米食べたいんですけど、ちょうど良かったです。はい、朝はね温泉入り損ねたんで、もう一回入りに行きたいと思います。宿の方に1時ぐらいまで車を置いていいという話もいただきましたので、その間にちょっといろいろ行きたいなと。ここですね、楽しみですね。あのお風呂の奥側にすごい綺麗な紅葉があるんで、また素晴らしい景色が味わえるんじゃないかなと。はい、ここはね鴻の湯といいまして、外湯の中でも最も古くから開けた場所で、1400年前ですね。で、鴻の鳥が足の傷を癒したんですね。いますね、鴻の鳥固まってますけど、鴻の鳥います。すごいですね、1400年前からあったってことですね。その歴史をね感じたいと思います。風呂上がりはこれですね。これ飲みに先温泉来たみたいなとかありますか。さあ、温泉卵をね自分で作りに来ました。木の先ジェラートっていうねお店でやれるみたいですね。ジェラートも普通にうまそうですね。田島牛丼ちょっと見たい。
ここに11分ね、入れるみたいですね。よっしゃ、これをこうやって、これで OK です。あとは育つのを待つだけです。さあ、できたみたいですね。多分僕がこっちじゃなくてこっちだったと思いますけどね。間違いがないようにしないといけないですね。はい、できました。いやー、ちょっとやり方がね、わかんないですけど、今取りました。で、台に置いて、そして向かった、こうやって、こっち上げて、おっ、降りとられた。もっとなんか、カッターっていうからね、なんかスパッとこう、切れるんかなと思って、割るだけだったんですね。で、このまま行きます。一気に、うん、うわっ、うわ、これは何個でも食べれますね。これはぜひ試してほしい。木の先ジェラートカフェですね。茶屋、ぜひ。はい、さっきね、僕あの丸ごとね、ガブッと食べましたけど、多分ね、ちょっと間違ってる気がします。ここのね、絵を見ると先っちょの方だけカットして、なんかそれをスプーンですくって食べるみたいな感じなんで、牛丸ありました。本当はね、カニバンっていうのもあるんですけど、今売り切れてました。カニのジェラードがあって、もう何したい分だらけですけど、今日はね、牛丸をしたいと思います。うーん、よいしょ。うーん、マスタードもつけて、うわ、卵人気っすね。どんどん卵を買ってきて、足湯もありますね。はい、この城崎プリンを買いに来ました。12月1日お休みでした。皆さん、ぜひ僕のリベンジを果たしてください。はい、昨日ね、ちょっと街歩きできなかった部分が、あることに気がつきましたので、ちょうどね、城崎温泉駅の近くですね、のパーキングに停めました。で、このね、駅前通りあたりちょっと歩いてみたいなと思います。昨日歩いたところはこの辺ですね、湯の里通りとかこの辺りを歩いてたんですけど、今日はね、この辺ですね、この辺ちょっと見てみたいなというふうにね、思っております。で、料金は30分ごとに100円で、最大料金1000円なんで、まあ良心的な値段と言えるんですかね。この辺りがね、ちょうど駅前です。なので、電車で来られた方はここに到着するっていうイメージを持っていただければと思います。はい、そこからね、バスも出てるんで、あ、河野湯ですね、先ほど朝に入った河野湯まで行ってくれるみたいですね。はい、これが城崎温泉駅ですね。なので、 JR で来られる方はここに到着するということですね。霞とか浜坂とかね、に行く方向と、新大阪まで特急コウノトリで行けるみたいですね。はい、ダイヤもね、このようになってます。大阪から来られる人はだいたい1時間に3本とか1本とかですね。大阪とか京都から来る人は特急で来れるということですね。何分ぐらいかかるのかな。まあ、ここ書いてますね、9時33分特急で出た場合、12時7分に京都に着くということで、だいたい2時間半ぐらいですかで着くということですね。城崎温泉もね、いろんな歴史があるみたいで、それを書かれてますね。コウノトリがね、水に足を浸していたという言い伝えとか、ムンダライとか、地震からこう温泉街が誕生したんですね。あとコウノトリですね、コウノトリについて詳しく書かれてます。カニのオブジェがありますね。これは飲める温泉みたいですね。ちょっと飲んでみるか。それでは飲んでみたいと思います。どんな味なんやろ。あうまいけど、まあ、ちょっと塩っぽいですね。ちょい塩入れた水飲んだみたいな感じですね。これで不老不死になれますかね。細川たかしさん作ってますね。細川たかしさん、城崎恋歌。さあ、それではこう街歩きをしようと思ったら天気が良くなってくるというね、ちょっと歩きながら良さそうなお店をこう開拓していきたいと思います。お寿司もあるな。カニ握りとかある。うまそう。これうまそうやな。これ食べたいな。なんかおしゃれな店めっちゃあるやん。おー、カニがめっちゃある。なかなかのお値段ですが、この家帰ってもちょっと怒られますからね。どうしろっていうねみたいなね。あ、これ昨日食べたお店っすね。お化粧さん。そこのカニ寿司ってあるな。この辺はなんかペイペイとか使える店多くて良心的っす。ああ、夏バカにクリームコロッケ食いたい。なんすかこれ。やばいな。
食いたい。食うか。320円。現金ですか。現金よね。いただきます。うん、うまっ。カニクリームコロッケ様、紛れもなく。あ、カニが出てきた。カニ道楽みたいな。この辺りはなんか城崎って感じの景色ですかね。この醤油前、あそこに醤油がありますね。この辺りちょっと城崎らしいですね。城崎温泉って言って出てくる絵みたいな感じですね。じゃあこの辺りでちょっと戻りますかね。あとはカニ寿司食べて帰りますか。先ほど行ったところですね。見晴らしテラスカフェだな。迫力っすね。結構頑張ってるなあこの辺。さあ来ました。うまそう。これはやばいよ。では棒寿司の方も頼みました。はい、それではね、いただきます。まずはこれを置いてあげます。うわー、やばやばすぎ。めちゃくちゃうまい。うわ、贅沢やな。うますぎる。じゃあ次ね、棒寿司。なんかね、もうプリップリですわ。どういう新鮮棒寿司、どう違うんですかね。いや、こっちもうまいぞ。全然、まあ、ちょっとこっちの方が、まあ、酢が強いっていう感じですけど、で先ほど食べた方は生感がすごい。どちらも美味しいですね。城崎にいてカニ絶対食べとかなくなるんですね。城崎行って温泉だけ入って帰る人はもう何も分かってない。カニ食べてこそ城崎を堪能できるというわけです。いかがでしたでしょうか。兵庫県のね、城崎温泉、いやかなりね魅力的だったんじゃないでしょうか。特にねやっぱり食べ物が美味しい。カニは絶対にここで食べに来てほしいなというふうに思います。実際ね僕もねカニ食べに行きたいなっていうのはもう10年前ぐらいからずっと言ってたんですけど、まあなんだかんだこう自分がね行動をね起こさなかったから、まあ、結局なかなか行けなかったと。こうやってね YouTube の撮影で行く機会があって本当に良かったなと思います。やっぱり自分が行きたいなと思った時にすぐに行動するっていうことがやっぱり大事だなと改めて思うわけです。それでは次の動画でお会いしましょう。では。